で最高ずっと行き来してる甘くなる不安の果実ミクがいる。本当だ、初音ミクや。え、じゃーん、つぐみんでした。すごい、なりきりのつぐみ。すごい、すごいよ。何この頭の、これはね、めちゃめちゃ可愛いでしょ。可愛いよ、もうミクじゃん、うん、私がこんなになりきれてるのには秘密があって、実はこのヘッドセットがなりきり玩具として登場したの。すごい。ということで、うん、今日紹介するのはこちら、初音ミクなりきりヘッドセットです。僕もちょっと初音ミク大好きなので、うん、このヘッドセット嬉しいですね。いや、ちょっと待ってよ、初音ミク好きならもう負けてないから。もうずっといろんな初音ミクの曲をね、聴いてきたから、うん、私は負けないよ。このヘッドセットは、こう見た目が可愛いだけじゃなくて、光の演出も実はすごいことになっているので、今からじっくり紹介していきたいと思います。それでは早速、やっていこう。バンマニ初音ミクなりきりヘッドセットは2つのモードで楽しむことができちゃいます。なりきりモードとライブモードになっています。まずなりきりモードではハイクオリティな造形と光の演出で初音ミクになりきることができちゃいます。早速なりきりモードにしてデザインをじっくり見ていきましょう。こちら大きさや光り方などイラストや CG モデルで見ていたミクのヘッドセットそのまんまじゃないですか。うわー、これがお家にあるってすごいことですよ。パソコンのデスクの近くに置いたりしてたら、あれ、ミク忘れてったのかなみたいな気持ちになっちゃいますね。うわー、これは嬉しい。そしてこちらはバンダイの最新技術、造形手法を用いて今までに再現できなかった遊びを重厚感のある質感と光で表現しているんですって。いやー、すごいですよね。もうだってすでに光ってますもんね。早速ね、まず光を見ていきましょう。こちらですね、光っておりますよ。もうミクのヘッドセットのイルミネーションをなんと再現しているんですよ。すごいですよね。綺麗なネオンのような光になっております。はい、そしてこの部分もなんとライブモードで光るらしいんですよ。レベルメーターのようにこうね、光が動くみたいなので、そちらは後ほど皆さんにお見せしようと思います。そしてこのヘッドバンドの長さが3段階に調節することができるんです。頭の大きさに関わらずつけることができるのも嬉しいですよね。さらにこちらのマイクコード、なんとですね、自由に変形することができるんですよ。自分のお顔に合わせてマイクの位置をこうやって動かすことができて、自分のお顔にフィットさせることができちゃうのも嬉しいですよね。これはミクへのなりきり度が上がっちゃいますよ。はい、こんな感じで私このヘッドセットつけてみましたよ。めちゃめちゃ可愛くないですか。もう気分はすっかりミクちゃんですよ。これをつけてミクちゃんの歌を歌いながらなりきり遊びができるっていうことですよね。もう最高すぎる。次はライブモードを紹介していきます。なんと周りの音に反応してレベルメーターが光るノリノリなモードです。こうやって僕が喋ってる間もこのね、レベルメーターがどん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 上がったり下がったりしますよね。バンマリン、メーターが光るから、うん、テンション爆上がりだね。最高だったね。ちなみにこちらは全7色プラスマルチカラーを搭載しております。まずこちら緑、そしてオレンジですね、黄色、ピンク、赤、青、白と、このように7色搭載しております。いろんなカラーが楽しめていいですよね。そしてそしてマルチカラーは白を除く6色がグラデーションで変化します。こちらが今マルチカラーモードですね。このように自動で色が切り替わります。自分の好きなカラーで楽しんでみてください。バンマニ
今日は初音ミクなりきりヘッドセットを紹介しました。なりきりだけじゃなくてね、もう見た目も可愛いし、もうすっごいものが登場したなって感じだよね、うん、そうだね、本当に、ね、もう私あの青春時代をずっとね、うん、ミクと一緒に過ごしてるわけ、うん、もうさいろんな曲を聴いてさ、うん、カラオケ行く時も自分で歌ったりとかするじゃん、うんうん、あのミクがなりきれちゃうっていう、すごいミクになれちゃうのっていう、今回この衝撃だよね、うん、本当にすごいアイテムが登場したよこれは。だよね、本当にミク好きの人にはたまらないアイテムになっているので、皆さんもぜひゲットしてライブ会場やお友達とみんなで楽しんでみてください。初音ミクなりきりヘッドセットは3月9日ミクの日よりプレミアムバンダイで受注受付中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。